強系 YouTuber になるな。お金にならないです。みんな勉強するより遊ぶ方が好きじゃないですか。芸能人めっちゃいっぱいいますね今ね。どんだけいるんだよっていうぐらい教育者として普段から振る舞ってなきゃいけない。どうで始まりました、もてしチャンネルです。さあ今回は教育系 YouTuber になるなというのをやってみたいと思いますね。よぶりのりのね、たくみさんが東大の駒場でね、講演してた内容なんですけども、教育系 YouTuber にならない方がいいっていうね、講演があったんですけど、僕はもうリアルタイムで最初から全部見てたんですけど、で、まあ、たくみさんのね、チャンネルの方でアーカイブ残って今出てますけども、僕がそのね、講演を見ながら、あ、これネタにしようって思ってたんで、まあ、ちょうどね、僕のあの予備校講師になるな、みたいなね、似てるなと思ったんですけども、はい、教育系 YouTuber にもならない方がいいっていう理由はいっぱいあります。なってくれたら、まあ、視聴者の人、一般の人たちにはいいとは思うんですけど、やっぱりならない方がいいよね。その理由を話していきます。やっぱり一番目はお金にならないです。まあ無料でね、たくさんのね、素晴らしい授業だったりとか、素晴らしい情報をね、提供してくれてる人がいると思うんですけども、その人たち、YouTube だけで暮らしていくこと無理ですね。YouTube の広告収入だけで暮らしていくなんてことはまあ難しいわけなんですよ。それもね、たくみさん自体も動画でも言ってたんですね。できるのは5人ぐらいだって言ってましたね。誰なんだろう5人ってって思ったけど、ハイチさん、たくみさん、あと河野健人と僕でしょ。4人はわかるんですけど、この4人は広告収入だけで暮らしていけますね。あと誰なんだろう。いや、ブレイクスルー佐々木を教育系 YouTuber に入れるんだったらこの5人ですけど、あともう1人いるのかなってちょっと思いましたけど、いわゆるグループとかだと大変なわけじゃないですか。だからパスラボとか広告収入だけじゃね、あの人数は無理だと思いますし、キャストダイスだってメンバーいるし、編集も全部外注してますからね。僕はいわゆる編集を外注してるのがすごく少ないので、基本は自分だけでやるので、このチャンネルの広告収入だけで全然暮らしていきます。鈴木貫太郎さんとかはね、まあ暮らしてはいけるけど、でもやっぱ家族養うことはできないですよね。まあ、とにかくお金にするのが大変なんですよ。だってまあ教育系 YouTuber っていうのは単価が高いとは言われてますけど、まあ 0.3 高くても長い長編のやつだって広告たくさん挟んでやるからそれ見てもらってっていうのはあると思うんですが、まあお金にならないですよ。だから昨日自分が上げたね、共通テストのやつ、まあユーテラ授業チャンネルに全部上げてたやつを1個にまとめたわけですけど、9校まであるわけですね。で、それがそれぞれ編集マンかけて約1万円で1校ずつやってもらって、でプラスで自分も編集に携わってで授業もするし準備もするって言ったら、1本に関わる時間すごいんですよ。すごくたくさん時間かかってて、でそれでいて赤字なわけですよ。だ絶対割に合わないです。後ろに何かしらビジネスをやってて、それの宣伝になってるっていうんだったらいいわけですね。で別に僕はビジネスでやってるって言っても、武田塾は国立校ですからね、その近辺に住んでなきゃ意味ないですし、そうだからまあオンラインのね予備校とかやってれば、まあ一応ベーシスは、まあ、自分がね携わってはいますけど、オンライン予備校ねといった形をやっていますけど、まあ、これで暮らしてるというわけではないので、そもそもやっぱりね母数が少ないわけですよ、見る人の。やっぱりね、見てもらえないよね。当たり前ですけど、みんな勉強するより遊ぶ方が好きじゃないですか。スマホでなんか見るって言った時、勉強のためにって人は少ないわけですよ。もうそりゃ横におすすめでバラエティのやつが出てきたらそっち見たくなりますよね。だってしかも皆さんの興味のあることがおすすめで出てくるわけですからね、そっち見たいよってなるよね。まあその辺のことはもう分かってるから、だからドカーンとヒットするっていうのは非常に難しい。だからお金にならないわけですよ。だからおすすめするのは難しい。で二つ目にやっぱりですね、レッドオーシャン、もうね多すぎる、たくさんいすぎてるよ YouTuber。だから2年前にたくみさんと動画撮った時はまだまだブルーオーシャンって言ってんですよ。たくみさんは変わったね。あの時はね、クラウドファンディングと広告収入でギリ2人が食べていけますって言ってたのね。もう状況は変わりましたよ。もうたくみさんはボーンっていきましたし、ブルーオーシャンからレッドオーシャンに変わっちゃいましたからね。もう山ほどいます。数学を教えてる人も英語を教えてる人も山ほどいる。そういう状況になっちゃいましたよね。まあ僕はやっぱラッキーだったですね。まだ2019年という段階で始めていたっていうのがラッキーだったし、まあ東進とか河合の人たちはやっぱ YouTuber
ていうのをまだまだ認めていなかったっていうか、まあ、業界が認められてなかったよっていう時に出てきてたん で、だからダメだとうまくいかないと思ってる人の方が圧倒的多数でしたから、僕の周りも。でも自分自身はもうここだと思って、今もこう伸び盛りのここでやるっきゃないって思ってましたね。これでいかないと後々たくさん出てくるだろうなと思ったんで、先に始めてしまうことが大事だと思いましたね。それでいて、教育系 YouTuber だけじゃないんですよ、たくさんいるのに。教育系 YouTuber めちゃめちゃいっぱいいる、ね、教育系 YouTuber の本でね、何百と載ってたりするわけですけど、それだけじゃなくて一般の YouTuber の数もめちゃくちゃ多いわけじゃないですか。つまりバラエティ系も山ほどいるわけですよ。で、バラエティ系がいっぱいいるってことはさ、そっちに流れる確率も高くなるわけですよ。非常に大変。芸能人めっちゃいっぱいいますね、今ね。どんだけいるんだよっていうぐらい。まあこれよく言うんですけど、自分が1万人の登録者だった時、今16万ですけど、その時よりも僕は今ランキングが低いんですよ、 YouTube 全体の。だからどれだけ YouTuber が増えたことか。そんな知名度のある人たちが入ってきてる。で、さらには同じ人気のあるチャンネルも切り抜きチャンネルというのになって、どん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 出てくるわけですよ。だから強いコンテンツが山ほどある。そんな中でどうやって輝くんだっていうの、めちゃめちゃ大変なわけですね。いろんな意味でレッドオーシャンになりましたね。その中で見つけられなきゃいけないんですよ。で、人気のある人たち、再生がいっぱいされてる動画っていうのがおすすめで上がりやすいわけじゃないですか、当然。新たに始めた人なんて登録者もいないし、再生数もない、おすすめに上がりにくい。そんな不利な状況でどうやって上に上がるんだっていうね、そういうのがあるわけなんですよ。まあね、お金持ってる人とかだったらね、そういうのができちゃうんだけど、お金の力でね、いろんなコンテンツ作れたり、すごい有名な人とコラボできたりとかあるんだけど、なかなか教育系 YouTuber でそういう人はいないと思いますからね。さらに YouTube、SNS ですから、匿名でいろんな人が叩いてきますね。批判がすごい。で、この批判に耐えられるメンタルを持ってないと続けるのは大変です。僕もだって毎日来ますからね。毎日ですよ。一日も欠かさずそういうコメントに対応しなきゃいけない。そりゃ大変ですよ、メンタル持つ人。まあもちろん応援してくれる人もいっぱいいますよ。で、その人たちのおかげでやれるっていうのはありますけど、まあ、芸能人たちとも違ってこうダイレクトに批判が来るっていう感じだよね。まあ、芸能人とかだったらね、そのまま見ないことだってできるわけじゃないですか、テレビ出てる人とかって。それと違ってもう直できますからね、自分に。それでね、もう教育系 YouTuber なんかもう無料で提供するのが当たり前だみたいに思われてるしさ、毎日来るんですよ、これ無料でやってねみたいなのが。これやってくださいとか、僕やってますから、そこに送ってきてください、英作文見てくれとか、この問題解いてくれとか、この問題の答えを教えてくれ、これを解説してくれっていうのが毎日これも来ますね。まあすごいなって思う。匿名の人間っていうのはすごく汚い、そういった批判してくる人やね、クレクレ人間たちと戦わなきゃいけないですか、そういう状況ですから。どんなコンテンツあげても、これがダメだあれがダメだって言ってくるし、どんなコンテンツあげてもこれをくださいっていうですね、別のものを求めてきます。そういった人たちがいても続けられるメンタルが必要になりますね。そして先ほど言ったように、こういうふうに儲からないし、批判がいっぱいある、なのに有名税を払わなきゃいけなくなりますよ、有名になったら。そんな耐えしてお金ももらえてない、暮らしてもいないっていうのに、教育系 YouTuber ですから、他よりももっとちゃんとね、丁寧にしなきゃいけない、教育者として普段から振る舞ってなきゃいけない。すごいよ、もうコメントにもすごい来るしね、教育者のくせにとかさ、ね、Twitter とかにめちゃめちゃかかる、教育者のくせに。で、何かあったらすぐ炎上みたいになっちゃうから、だから大変だと思います。で、もちろん顔も割れますし、昨日だってめちゃめちゃこうやって、はい、もう手伝い、もう手伝いってこうやってね、やってきたけど、いやだからね、来てくれればいいんですよ、全然話して、あ、見てますとかっていうので、おーみたいなね、あと学生の時見てましたみたいなんで、結構街では言ってくれる人いますしね。そうそう、受験の時見てましたみたいなのも何回も言われてますけど、いいんですそれは。でも、あれだよねみたいな、そういうのは確かに嫌だなと思いますね。だから、まあ、自分自身はその特定の人だけに知られるようになりたいって言ってるのは、そういうことなんですよね。そして最後はですね、体に悪い。まあこれもYouTuber によると思いますけど、食べていけないんだったら編集とか自分でしなきゃいけないですよね。そしたらずっと座ってやってなきゃいけないんですよ。体に悪いです。非常に動かなくなるし、体重は多くなっていくと思いますしね。で、さらにネタを考えなきゃいけない。これ大変ですね。更新頻度を上げた方が見つかる、食べていけるね、確率も上がる。
けども外注しちゃったりしたら編集お金なくなっちゃいます。自分でやるっけない、大変ですね。体に悪いです、目にも悪いです。でうまくいかなかった場合のメンタル、メンタルに良くないものは体に悪いです。企画が浮かばないよ、企画どうしよう、体に悪いです。あーせっかく一生懸命作った動画こけちゃった、全然滑っちゃったよ、体に悪いです。そういう風に大変なんですよ。めちゃくちゃ苦労がたくさんあります。だから狂気 YouTuber は進められないっていう感じですね。まあもちろん何かしら自分で後ろにサービスを持ってる人だったらそれを宣伝するのに使うんだったらすごくいいですよね。どこかに広告を出すより全然お金がかからない、それで効果が得られる、そういったものをやっている狂気 YouTuber だったらいいと思いますけど、なかなか大変だと思います。全てタダでもらえるんだと思ってる人たちを相手にする場合はとっても大変になりますので、お金にならない、予防数が少なくて敵場で多い、批判されちゃうよ、もうお金ないのにこんな有名税払って、で体に良くないよ、まあまあまあみんなつながってはいますけどね、因果関係としては。はい、という感じでした。だから虚偽 YouTuber ならおすすめできないんですね。はい、分かっていただけたでしょうか。まあそれでもやりたいっていうのは止めることは全然ないですけどね、まあ、あと普通に仕事してますと、副業でやってますとか学生ですとはっていうんだったらトライしてみるのもいいかもしれません。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.